はい、ヤフー YouTube どうもナブです。さて今日もねヘアスタイルを見ていこうかなと思います。でオーダーもいただいたんですけど、やってないね。うっちゃんなんちゃん、内村さんと南原さんはやってないね。お笑い やってなかったかな。多分やってないのかもしれない。オーダーをいただいたってことは、調べたけど多分出てこなかったんじゃないかな。多分このお二人の髪型、多分ちょっと上の方かなと思うんですけども、あのヘアスタイルちょっと見ていこうと思います。で2人は僕のイメージ、僕のイメージだけで言うと、あの本当にいい意味のこのベースっていうか、真ん中っていうかナチュラルな部分を2人ともずっと維持されてるなって感じ。髪型もほとんど変わってないんですよ。なんちゃんの場合はちょっと変わってるかもしれないけど、うっちゃんはほとんど似てるの髪型で、まあこのショートヘアね、まあ、本当にシンプルなベースはショートヘアでいいと思います。普通のショートヘアで、もう本当にショートヘアで、襟足ちょっと残すかな、この場合は。襟足がこうツンツンなってる感じなので、襟足は少し長めなんですけども、うちの場合のショートのポイントとしては一つだけあると思ってて、僕の中ではこの耳の部分ね、耳からのこの前下がりに綺麗に切られてるところ、そう、耳を出す、耳を出すことで、そこから前下がり、前下がりにカットしてもらうことで、ここがさ、耳がしっかり見えて、やっぱり全部綺麗に剃らなくてもいいけど、もうある程度耳が見えてちょっと清潔感があるっていうようなイメージにするのは多分いいんだろうね。多分さっぱりして、それ以外で別に普通のショートじゃん。別にただ長さ残してってシンプルにするだけのショートで、前髪だけはちょっとこの時は長めだね。前髪はどちらか左右に流す感じ。前髪は左右どちらかに流す手だね。これは上と下どっちでもいいです。これを前髪をまっすぐマッシュっぽく切る。下ろしてて、マッシュっぽく切ればもうマッシュっぽくなるし、しかもこっちが前下がりになってるでしょ。こっから前の部分がラウンドさせて、こっちが前下がりにするとキュッと詰まってくるようなマッシュになってくるから、ちょっと長めなマッシュけど、これをちょっと短くするだけで若者のマッシュっぽくなってくる。そこの違い、ちょっとした違いで基本的にシンプルなウッチの髪型になります。あとはダウンをつけるっていうのはシンプルにちょっと軽くダウンをつければいいだけで、量を減らすっていうだけなので、もうシンプルです。そんなに難しくないです、この時の髪型は。この耳の部分の周りだけ気をつけてもらえればいいかなっていう気がします、僕は。ほとんど変わんないね。いつも変わらないってすごいよね、ずっと。で、この時のうっちゃん、この時のうっちゃんは、同じじゃないですか、ショートヘアで、ショートヘア、同じなんですよ、ショートヘア。ショートヘアで、まあ、襟足少し短めかな。襟足短めで、まあ耳は出すよね。耳を出すんだけど、この場合は前髪を上げてるじゃないですか。で、上げる場合には前髪がちょっと長めじゃないといけない。ある程度。前髪が少し長め。でもツンツン立たせるんだったら短めの方がいいんだけども、こういうちょっと横に流したりさ、ちょっとオールバックじゃないけども立たせるような感じ。
にする場合はちょっと長めにして、まあジェルだったりとかグリースだったりとかでちょっと上げてやる方がいいと思います。まあ1枚目の写真でもできないことはないけども、こう降りてきた時のこの辺にこう出てくる髪の毛、写真で言うとこの長さがちょっと欲しいから、もうちょっと長めの方が僕はバランス的にいいと思います。けどこれは下ろしてあると邪魔になっちゃう前髪なので、上げることを前提に作ってもらうっていうような感じで作った方がいいですけど、毎日こうセットとかして上げる人っていうのはちょっと長めに作ってもらってもいいですけど、そうじゃない人っていうのは1枚目の短めの方がバランスは取れやすいんじゃないかなっていう気がします、僕は。うん、で、ナンバラさんですね。ナンバラさん。ナンバラさんは、まあ、昔はちょっと長かったけども、今はどうなんだ、今どうなんだ、この写真で言うと、こう、マッシュブレスだよね、シンプルに。この髪型は。マッシュベース。うん。で、まあ、なんか買っててもいいし、刈り上げなくてもいいと思います。今どうなんだろうね。まあ、再度再度刈り上げつなげるんじゃないですか。多分なっちゃんの場合は後ろつなげてんじゃないかな。あんまりこうがっつりツーブロックやるってタイプっぽくも見えないんで、僕のイメージでは。うん、まあ、サイドはね、こう耳上1、2センチぐらいのところからバッツリここだけ刈ったりとか、まあ8、こめかみ8、耳後ろとかがっつり刈っていい。それはもう人によって幅が違うので、幅だけ美容師さんで決めて、でマッシュベースで切ってもらって、後ろもボンの部分ぐらいまで切って、で下は刈り上げて上つなげて、要は後ろはがっつり2ブロックにしないでつなげて作るっていうようなタイプの感じだと思うので、そこだけ気をつけてもらえればいいのかなっていう気がします。で、あのね、多分ちょっとくせ毛の人がいいかも。うん、なんかうっちゃんの場合そんなに直毛っていうわけでもないけども、癖がそんなにないタイプの人なんだけども、こういうマッシュだったりとか、こうくしゃっとした感じを出したい人はちょっとくせ毛の人の方があの似合いやすいイメージがあります、僕の中では。うん、まあ楽だよね、なんて。だってもともとパーマかかってるようなイメージになるんだから、うん、むちゃくちゃ楽になると思います、そっちの方が。僕は癖毛を生かすヘアスタイルにするのがいいよね。うん、でこの時なんかもうこれなんか一番なんか僕はなんか昔から見てると しっくりきてるような感じですね。うん、これなんて別に普通のちょっとウルフみたいな感じ、まあ、ショートヘアプラス、まあウルフみたいな感じ。ウルフっていうほどウルフでもないよ、ウルフでもないけども、襟足がちょっと長めなスタイル。別にこれなんて別にサイドパート64パートわけで、まあ、耳を出すってことだね。やっぱり両方ともそうだけど、まあ、お互いね視界もやられてると思うので、あの耳を出す、うん、これがポイントなんじゃないかなと思うんですけど、耳をやっぱり出す出さないっていうのは、まあ、普段の生活とか、まあ、学校生活社会人生活もそうだけども、やっぱ耳の部分って清潔感がやっぱ出やすい部分だと思うんですよ。なのでまあそこに関しては、まあおしゃれじゃないとかっていうのも関係してくるとは思うんだけども、ちょっとデザインがやっぱポイントになってくるよね。やっぱりこうさっきうっちゃんみたいにこう前下がりしてみてるのか、こうちょっとあんまりもう前下がりにしすぎないでナチュラルに作るのか、要はもみあげを長くすることで前下がりになりやすい、もみあげを短くすることによってマッシュっぽくなりやすかったりとかっていうのがあるので、その辺の区別っていうのは、まあ僕みたいに例えば生えてる人、結構生えてる人っていうのはもう生えそのまま生やしてて、ここだけ耳出すってなるとグッと前下がりになるし、まあもちろん切ればねいいんだけども、あまりもみあげが生えてないっていう人は
耳出しながら前下がりっぽくしてもそんなにこうなんだろ極端な前下がりにはならないからいいのかなっていう気がするのでその辺はね、うん、まあバランスです。全体的に好みに寄らせたりとかどういう形に見せたいとかっていうのがあると思うので、まあ、うっちゃんだったらそういう感じ、なんちゃんだったら別にそこまであのもみあげ長くしなくて作ればいいんじゃないかなっていう気がします。うん、両方ともバランスは作って、まあ、ザこうナチュラルにこう万人受けする髪型っていうのがお二人は作られてるんじゃないかなっていう気がするので、その辺も踏まえてね美容師さんと相談してみてもいいかなと思うのでぜひやってみてください。バイバイ。